トラビス・スチュアートトラビス・スチュアートは、主にエレクトロニカ等の電子音楽を作曲する音楽家でマークの設立に大きく貢献した一人である。彼のデビューアルバムは、シンドローン名義によるもので、オーテッカーのようなグリッチのイズと、戦術的な要素を特徴とする作品である。このデビューアルバムトライスカイリカは生産された1000枚すべてが完売し、ヨーロッパのイドムを扱うレーベル。 ジャグアップビッチによって4曲に編集された12インチの EP として再発されることとなった。また、彼は2000年より音響のマスタリングを学ぶための専門学校に通い、そこで様々な楽器や音楽サンプルと出会った。この経験が彼の新しい名義であるマシンドラムに直結することとなる。このマシンドラムという名義は前述のシンドローン名義とは打って変わって、 ヒップホップ調の音色や展開、イドム的な旋律や、プレフューズ73のように、ラップのボーカルをサンプリングし、細切れにして並べ直した、カットアップと呼ばれる音楽的技法が特徴で、Now You Know, h a l 等のアルバムをリリースしていった後、さらに音楽的に成長した印象を受ける、アーバンバイオロジー、ビットネズの2タイトル、また再び、シンドロー名義による、 アルバムサルモタクシアを発表する。ありがとうございます。